シルクハットの警官と呼ばれていた。イタリア語名は、ジュゼッペ・ペトロジーノ。ニックネームは、ジョー1860年に、ナポリ近郊のパドゥーラで生まれる。父は、腕のいい仕立て屋だったが服が売れない、土地柄だったため、1873年に妻と6人も、子供を連れて、アメリカへ移住した。ニューヨークのイーストサイドに住み仕立て屋を始めた。長男であったジョーは、 友達と新聞スタンドを開き、そこは警察署の前だったため警察と親しくなり、球児として警察に入り、1883年10月19日、ニューヨーク死刑の警察官となった。そこで、後のアメリカ大統領で当時ニューヨーク死刑本部長だったセオドアルーズベルトと知り合い、友人となる。その後ニューヨーク死刑で、初めて警部補まで昇進した。 イタリア系アメリカ人となる。ペトロジーノは同じイタリア系のマーノネイラといった初期のマフィア相手に戦う。1903年4月にニューヨークの殺人事件で8人のイタリア人を逮捕する。その中にはビトカッショフェロもいた。1907年46歳の時32歳の未亡人アデリーナ・サウリーノと結婚する。アメリカ政府がマフィア。 マーノのねラ撲滅に乗り出したとき、捜査責任者に抜擢される。ニューヨーク警察は、イタリア系アメリカ人の犯罪に関する情報、収集し、調べるため、イタリアの警察と手を組むことにし、1909年2月9日に、ペトロジーノをイタリアへ派遣する。このとき、カッショフェロの名前を書いたファイルメモを持っており、そこには、 最も危険な犯罪者と書かれていたという。2月21日に、ジェノバ港に着き、ローマで、内務大臣ペアーノと会談した後、犯罪者の記録を調べるため、シチリアの州都パレルモへ向かい、28日に、パレルモに着いた。そこで、アメリカへ移民した犯罪者の犯罪歴を調べる。しかし、彼がマフィアを調査していたことは、マフィア自身も知っていたので、 行動は監視されていた。また彼のシチリア行きはニューヨークヘラルド市によって事前に公表されていた。1909年3月12日、夕食の途中に見知らぬ男に呼び出され、マリーナ広場で周りに人が多く油断したところ、広場のガリバルディ記念像近くで4発の銃弾を浴び射殺された。3月19日にパレルモで葬儀が行われ、 その後4月9日に遺体は船でニューヨークに運ばれ、12日に大々的な葬儀が営まれた。ペトロジーノの殺人事件では合計15人が逮捕され、その中にビトカッショフェロもいた。しかし1911年7月15人の被告は全員無罪となり裁判は終わった。事件は迷宮入りしてしまったが、 今日最も有力な仮説は、アメリカ本国のマーノネイラとビトカッショフェロが連絡を取り、共同作業で暗殺を実行したというものである。ジョゼッペペトロジーの殺害事件に関するカテゴリー。ありがとうございます。